加藤一二三先生と角落ちで対戦して見事に任されました。それで加藤先生ですね、あの、板チョコの束持ち歩いてるんですよ、板チョコの束を。それで、あの、頭にやっぱり栄養分取ればいいんですよね。だから、糖分を取れば糖分大丈夫。やったーそれ予測通りのネタ。 でも返せないのが悔しいチョコを当分に配ればいいんですよ